おはようございます。今日は以前紹介したサイクリングマップのおすすめのビュースポットを紹介していきたいと思います。で、まだサイクリングコース全体の紹介動画も上げられてなくて、ちょっと順番が前後しちゃうんですけれども、今から行くスポットがちょっと時期的なものがあるので先に上げようと思います。まあなんなら大平山とか別のビュースポットももう上げとるのでいいかなって思って上げます。で、今向かってるのがビュースポットの2です。で、場所は今小森温泉を通り過ぎました。で、この小森温泉を通り過ぎてすぐ青看板があって、それを左折します。左折です。で、この吉備中央町の一周のコースなんですけど、高低差を見れば分かる通り基本アップダウンなんですけれども、今から走るこの区間はそのコースの中では比較的アップダウンの少ない、足を休められるような平坦な区間です。その左手に流れているのが豊岡川です。夜になると蛍が飛ぶような綺麗な川です。先週頃に梅雨入りをしちゃって、で、一昨日とかも結構きつい雨が降ってしばらく走れんかなって思ってたんですけど、それが一転して今日はすごい暑い天気のいい日になりました。で、今日の最高気温が吉備中央町でも31度いっています。暑い、気持ちいい。マジで平坦で、車に乗ってる人は結構みんな使ってるストラバっていうアプリがあるんですけど、そのアプリ上でもここの区間が確か豊岡 TT 言うて TT 区間で使われてるような感じであります。まあでも正直そんなスピード出しすぎず、のんびりゆっくりと走ってほしいなって思います。涼しい。で、左手に見えるのが日の瀬温泉です。マップにも書いてあるおすすめの温泉のスポットです。で、ここは豊岡川を挟んだ向こうにキャンプ場があります。ここからも蛍が綺麗によう見えるそうです。なんか夏って感じの景色ですよね。なんとなくだけど、おすすめビュースポットというかおすすめの走行区域がここら辺です。吉備中央一周のコースの中では平坦な区間で、で、景色も良くてついつい飛ばしちゃうような、でものんびりと見ても走っていて楽しいような区間です。一旦この
あたりで引き返して、この区間のもう一つの見どころであるホタルの場所に行きたいと思います。で、ビュースポット2のおすすめの説明文として、夏にホタルが飛び交いっていう風に書いていますけど、実際は夏ではなく初夏の6月のこの時期がホタルが飛び交う時期です。説明文にちょっと誤りがありました、申し訳ないです。で、ホタルのよく飛んでいるスポットとしては、この赤橋のぐらいから右手に中鉄バスのストリーバー乗り場で、左手に神社の鳥居があるところ、この辺りがよくホタルが見えるところです。この辺りによくホタルが飛びます。夜に行きます。というわけで夜になりました。多分画面上では真っ暗な感じだと思いますけど、割とホタルは飛んでおります。誰もいません。なのでゆっくりとホタルの鑑賞することができます。あー綺麗。あーこれぐらい近くに寄ったら動画でもなんとか光ってるところが見えますね。あー綺麗。今若干真ん中光ってるのがカメラです。で、まあなんとかホタルの写真を撮ろうと思っております。なんとかそれっぽいのが撮れました。ホタルを写真で撮るときは、まあ、長時間シャッターを開けて撮らんといかんのですけど、その際に車のライトとかが入ってしまうと台無しになってしまいます。ただこの道路沿いは基本的にこの時間帯になると車は通らんので、ホタルの写真を撮りたい方にとっては絶好のスポットになるんじゃないかなというふうに思います。カメラのど素人の僕でもこんな感じの写真を撮ることができるくらいホタルが余計おります。今日はサイクリングマップのビュースポットに豊岡川沿いの風景をお届けしました。ちょっと今の僕のカメラ動画の腕じゃこの綺麗さをお伝えすることができないので、ぜひ現地に来て確認してほしいなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。